6500光年の位置に存在する太陽とよく似た黄色の主系列星である。四等級は13.6等級で肉眼では見えないが、晴れた暗い夜ならアマチュア用の中型の望遠鏡で観測することができる。高ミッションで発見された最初の太陽系外惑星が降転する恒星である。惑星は木星質量程度のホットジュピターであると考えられている。 こうという符号は、惑星のトランジットによる親星の明るさの変化を検出することにより、太陽系外惑星を発見することを目的とした、こミッションの観測目標であることを意味する。コうとは、コンベクション、ローテーション、アンドプラネタリートランジッツの略で、フランスが主導して2006年12月に打ち上げた、惑星探査用の宇宙望遠鏡である。こうのもう一つの目標は、 恒星から放射される光の特徴や振る舞いを分析することによって恒星の内部構造を研究することである。後に続く数字はこの恒星の周囲を肯転している太陽系外惑星が高望遠鏡で最初に発見されたことによる。高マイナス1にはシリウスやプロキオンのような固有の名前は付けられていない。高マイナス1は G 型主系列星で 放射される光の明るさや色は太陽とよく似ている。質量や表面温度も太陽に近い。肉眼で見える限界の6等級よりもさらに100倍以上暗く、光学装置なしでは地球から見ることはできない。高マイナス1は2007年5月23日に高望遠鏡による初期成果が公表されて、以後60日以上の期間観測が継続され、 太陽と似たような星でありながら、脈動変更性と同じように振動が生じていると、速報された。項 -1B の発見にはトランジット法が用いられた。この構成は、項ミッションで最初に発見された、太陽系外惑星、項 -1B の親星である。惑星は、木星とほぼ同じ質量であり、項 -1 から約 0.02AU の軌道を、降転している。 一方太陽系では、水星軌道でさえ太陽から約 0.387au の距離がある。項 -1b は項 -1 に超積固定されていると推定されている。この惑星は赤外線ではなく可視光で発見された最初の惑星である。また、他のホットジュピターとは異なり、恒星に面している半球から面していない半球への熱移動はそれほど、 大きくないと考えられている。ありがとうございます。